れ様です。よしみんです。今日はですね、ある女性の話をしようと思います。リジー・ベラスケスさんです。リジー・ベラスケスさんですね。はい、テッドで、スピーカーをやってらっしゃる方なんですけども、この方ですね、なんと、世界で一番醜い女性と言われたことがあるそうです。なぜかというとですね、体重が28キロ以上増えないっていう特殊な病気をされている方なんですね。で、生まれた時にお医者さんに、この子にはもう期待をしないで、多分歩けないし長生きもできないって言われたらしいんです。で、両親がそんなとこに入院させられないって言って家に連れて帰って育てて、で、このテッドの時はね、もうすでに24歳25歳ってなられている時なんですけれども、で、彼女の半生もお話ししながら、どう生きてきたかっていうお話があるんですね。で、その中でやっぱりちょっと特殊な容姿をしているので、やっぱりいじめられることもあったらしいのね。で、その時に両親から言われたそうです。幸せでいる私か諦める私か、どっちをチョイスするって。で、リジーさんは幸せでいる私を選ぶって生きてきたっていう話なんですよ。で、詳しくはね、 YouTube テッド見ていただきたいんですけども、その話聞いたら、なんかね、ちっちゃいことで悩んでいられないな自分って思って、なんかすごく勇気をもらいました。幸せでいる私を選ぶか諦める私を選ぶか、どっち？私も幸せでいる私を選びたいと思います。というわけで、ぜひ見てみてください。ではまた。